ねえ。で眠い。起きないかよ。これはめっちゃいい。高いけど朝の汚い洗顔とよいしょ。朝の三種の神器。朝からビタミン C を必ず最初に塗ります。これ安いのに効果があるからめっちゃいい。鼻水が出る。今日鼻の調子が悪い。あ、このエッフェオーガニックは本当に乾燥知らずっていうか、もう肌が塗ってずっと手でなじませていくともちもち肌になって、ただ外側皮膚の表面上保湿されただけっていうのってよくあるけど、そういうのじゃなく本当に肌がもちもちになって乾燥なく肌が変わっていく感じが
すごく好きで、もう何年目って感じぐらい、20代前半から使ってます。結局なんか戻ってきちゃう、いろいろ試したり飲んだりしてるけど。で、これはファミュのグロードロップスは、これは多分ってビタミン E かなの美容液で、もうこれも保湿しました、ドロドロオイル、美容オイル塗りましたっていう感じではなく、これもずっと肌にこうなじませて、こうやって肌にずっとやっていくと、肌がもう本当にもちもちになって、全然肌が別人みたいな。私は基本乾燥肌だから、基本っていうか乾燥肌だから、で乾燥肌で鼻とか T ゾーンあたりがテカってきたりしたり、冬になると保湿とか怠るとここら辺がもう頬骨あたりが粉を吹いたりとかするタイプで、肌が基本弱いので、基本変えなさつつ挑戦しつつしつつけど、今日は生理前で鼻になんかプツッとしたやつが絶対生理前出てくるんだよね。なんなん、本当に、なんなん、何も食生活も運動も日の浴び方とか化粧品とか何も変えてないのに出てくるんだよね。ほら、なんなん、マジで、なんなん声がおかしい。で、今からもう15分後あたりにはもちおのお盆前トリミング、もうお盆かな、世間的にお盆、11日はお盆前トリミングで、連れて行かないといけないから、車で、で朝ごはん食べるあれがない、時間がないから、とりあえず車で連れてって、で一旦帰ってきて、トリミングに4時間とか5時間下手したらかかるんですよ。だからもうとりあえずもう日焼け止めだけ塗って家を、だから一旦送ってきて帰ってきて、朝ごはんとか用意しようかな。よし、いいだろう。終わり。そして彼は
の残骸みたいになってるけど、干し芋がめちゃめちゃ好きなので、これを一緒に混ぜるとすごい食べ残しする癖があるんですよね。彼食、三大欲求に食がないんじゃないかと思うぐらい食べ残しをしたりとか、そもそも食べなかったりとかするんだけど、干し芋を入れるとちゃんと三大欲求になって、ちゃんと食欲の欲が出て、私も干し芋が好きだからおやつとかに食べてたりする したり、解凍レンジで解凍してたりとかすると匂いでもう分かるから、もうレンジの前っていうかレンジの横に立って待ってるんですよね。それぐらい欲しいのが彼は好きなんです、もちおくんは。そうそうそう、ベージュ、いい感じじゃない？意外とちっちゃい。なんか
ゲルなんだけどな。ゲルなんだけどな。ちょっと。荒れすぎるかな。何ボーイズ的な。いいんじゃない。すぎん。ボーイズすぎん。ボーイズがいい。あまりにもボーイズすぎるような気がする。ラップ歌ってそう。うん、ラップは歌ってないよ。そうそうそう。もう変わりとこない。どこと。なんかあれやね、結構もちもちしてそうな ね太いし、太いよね、うん、家で作るパスタと2倍以上違うかも、うん、怖いんだけどこれ。てかめっちゃ久しぶりに食べるパフェ。Let it go, I can't let it. Do you think I'm too much? Because I'm too much. Don't you gotta go.